ダメだ。こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ。こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、わかった。Thank you.
れか。
れは。ん？こいつらどこかで見覚えが。大手。え？そんなはずは。本当だ。弱えな。署内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に。教わったわけじゃないし。ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、赤いとのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、分かった。はい、何でしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。ええ、お安い御用です。怪盗さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。なるほど。半グレ愚連会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。怪盗さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか？届き次第解析してみましょう。おう、分かった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ？嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。